どうもー、ミスター X です。だいぶ淀川も暗くなってきました。淀川右岸です。淀川右岸、まあ、淀川左岸線という感じでね、向こう側、梅田側が左岸線で、左岸で、で、北側ですね、淀川の北側が右岸って言います。まあこんな感じで、前置きはこの辺にしてですね、やっぱり商品ですよね。時間って1兆円払っても1秒も買えない、いいんですよ。時間を買うっていう考え方ってなかなかないですよね。でも時間って止められないですし、戻れないですし、先にも行けないんですよ。しかも1億円1兆円払っても1秒も売ってくれる人は誰もいないんですよね。いや、今日死ぬと、あと1時間後に死にそうだと、でもこの人には会いたい、例えば病院でもう死ぬと、でも意識はあると、この人には会いたいと思ってる人がその病院の病室、自分の病室に向かってると、あと1時間時間があれば、あと1時間自分に命の時間があれば、どうしても会いたい、その人に会える、死ぬ前に。でもその時間って買えないんですよね。1秒も買えないんですよ。何が言いたいかというと、お前何偉そうなこと言ってんだよって言うと思うね、言う方がほとんどだと思うんですけども、でも事実なんですよ。1秒も買えない。じゃあ今日起きて今の時間まで生きられたこと、これは当たり前じゃない、当たり前だけど当たり前じゃないって思える人は全力で生きてますよね。私サラリーマン、ミスター X サラリーマンやってます。サラリーマンやってて、じゃあ昼間の時間、今日起きて朝家を出て、子供がいますから子供を保育園を送って、2人ですね、男の子2人保育園を送って、でそして出勤して、今の時間まで全力で使い切ったのかって、1円もじゃない、1秒もお金ではいくら払っても買えないのに、じゃあ今日使い切ったかって聞かれたら、使い切ってねえなーと思いますよね。で、本当最近思うんですよ。誰かのため、誰かの仕事を、ね、誰か、まあ、例えば会社ですよ。誰かがやりたいと思った会社の仕事を、のそのミッションのために自分の命の時間を削ってやってるっていう感じですよ。別に自分の仕事じゃないんですよ。誰かが目指した仕事、まあ、大企業で言ったらもうそういうのもないですけどね。存在価値っていうのが、トヨタの存在価値は車作ることですけど、昔はまあ、ね、紡織機械で服を織る織物機の会社ですけど、なんかありますかね、やる意味。時間を使い切ってるかって言われた時になかなかないんじゃないですかね。何の話してるかというと、じゃあ時間を有効に使い切ってるか、もう本当に時間は大切っていうことを気づきづらいんですよね。明日も朝起きて仕事行って帰ってきて飯食って寝る、それが当たり前だと思ったらめんどくせえなと思うんですよ。でも明日の一日があるかどうかわからない、
もしかしたら朝起きれずにそのまま病院に担ぎ込まれて死ぬ可能性だってあるって感じたら、今日から明日寝れないんじゃないですかね。いや明日俺死ぬの、今日平日だし、でも寝ないとやばいじゃん、もうそれやべえな、じゃあ今から明日死ぬのってなったら時間の使い方って変わりますよね。でここでまあ鴨頭義人さんの言葉を聞かせていただくと、人生、習慣が人生を作ってるですよね。習慣が人生を作ってる、もう本当にいい習慣を、いい習慣を作って、そしてその習慣を大切な大切な時間を使って続けていく。そうすれば人生は豊かになるでしょうし、自分が思い描いた未来に近づくでしょうけど、何にも考えずに、何にも考えずに日々を、時間を無駄に過ごす。習慣もない、習慣はあるけど、それは自分が将来なりたいと思うための習慣じゃない、時間の使い方じゃないっていうものだったら、死ぬ時に後悔すると思います。私母親がね、13年前ですか、亡くなりまして、その時に思ったんですよ。今度会う時までにかっこいい生き方したからしたんだっていう報告をしに行きたい。かっこいい生き方したわ、こんな生き方してきたって母親に言いたいと思ったんですけど、やり方が分からなかったですね。かっこいい生き方ってなんだろう。でまたその時は公務員だったんで、また日々に戻るんですよね。日々の生活に戻るとどうしてもそういうのがブレてきて、かっこいい人生を送って母親にその人生の報告をあの世でですね、天国で報告するはずだったのに、13年前、決意したのに忘れちゃったんですよね。日々の仕事の中で、だから今仲間と一緒にやってる。まずは目標を達成してですね、やるんだって、やって自信をつけて、でさらに一人でも多く、一緒にやりましょうよって、面白いですねって、こういうのいいですね、カモさん最高じゃないですか、カモさんみたいに少人空間作りましょうよとか、少人いいじゃないですか、最高ですね、いいねっていう、めちゃくちゃ面白いじゃないですかっていう仲間を、仲間と、仲間になっていただける方と出会いたいなというふうに結構本気で考えてますね。やっぱり人生面白い方がいいじゃないですか。はい、では長くなってしまいましたので、今日ですね、まあぼやく商品販売っていうこともありますけども、やっぱり思いがあってやってるっていうことを少しでも知っていただければ嬉しいなと思ってお話ししました。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。